演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ニヤニヤの玉、クリーム白玉&わらび餅を食べたいと思います。いやー、きな粉たっぷりのわらび餅と白玉、こっちにクリームがありますね。ちょっと分かりづらいんですけど、ここにもきな粉が上がってますが、いや、わらび餅のきな粉と同じかな。でも美味しそうなので、では楽しみですね。では、主役のわらび餅からいただきます。わらび餅の白玉もしっかりと弾力になったもっちりとした食感がとっても美味しかったです。その下にあんこも良かったですね。ただ一番下の黒蜜寒天はちょっと甘さも特に何もなく、いる価値、いる意味あるのかなと思えてしまった部分があったのは残念でした。もうちょっと黒蜜が強かった方がいいかもしれませんね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。